大谷,家大谷家は、浄土真宗の一派である本願寺の保守、門主門首を世襲によって継承した各女、親鸞の創孫の子孫の親坊。明治時代に、名字必ず将となり、大家を生として用いることで成立する。親鸞を過疎とする。大家公孫、昭行公の浄土真宗本願寺派の門主と、大家公将、玄女以降の新衆大家派の門首。 およびその一族が生徒している。本願寺は慶長7年、1602年に分立したため、西本願寺と東本願寺と通称される。そのため、西本願寺系の公家と東本願寺系の公家がある。家紋は、明治以後の西本願寺公家は西六条八、津藤門と西六条藤、下り藤、東本願寺公家は東六条八津藤門と、 本願寺抱えぼたん門が主に用いられる。下り藤門、伊きぼたん門、八津藤門は、一般的な門用とことなり、独自のものである。西本願寺公家、東本願寺公家、大家星の由来は、口実する親蘭の平等が、京都東山地を引北門の大家の地に定められた、ことによる。大屋には、読みは、老、意味は、長大な谷、転じて、大谷、 長谷とくんずるの字が当てられたこともあり、後に、本願寺は、山、大谷山を参号とした。現在の西本願寺は、の字を分かち、龍谷山本願寺と放している。龍谷大学の校明の由来でもある。本願寺は、戦国時代には一向一揆の広がりのもとで、戦国大名にごする勢力を持ったことから、戦国大名の一つに数えられることもあるが、 保守の法名や意味なに、本願寺を冠して、本願寺、県女、本願寺三助とするのは、文書や裏書きにおいて、本願寺の保守である例例と明示するための署名に、見られる表現によるものであって、本願寺保守、門主の家系が、本願寺を、家の名字、制したこともなく、本願寺氏という氏が存在したこともない。彼らは、普通弟子の名乗りとして、釈を制としていた。 なお、僧侶の名前に十字の名称を冠することは、同盟の別人と区別するためにも、よく用いられる慣例的表記である。例えば、日を陰てライオン。各神には、1262年に、新蘭の臨重を見取り、以外は、京都東山、鳥辺の北辺の、大屋に収められた。1272年に、吉水の北辺、現、高志隊院、総隊院。 地温院達中、付近に改装し、東国門との尊水を集める平等として、大屋平等を建立、核心二の長男各栄が、留守職として、その管理を行うこととなった。大屋平等は、諸国の門との三景と寄進を集める一方で、後に留守職をめぐって、各栄の子各女と、各栄の異父弟ただ前との間で争いとなり、各女が過労じて勝利して、自己の家系による、 留守職の世襲を隠した。1312年、各女は平等を人化し、大屋本願寺が成立する。元稿元年、元徳三年、1331年、各女は、九伝書を先述し、三大伝持ちの血脈を表明し、法刀継承を主張、自らを、本願寺、第三世と位置づける。以来、各女の子孫が継承した、本願寺は、 教団の形成を進め、室町時代の第五世、尺女の時、北陸地方へと進出、第七世、尊女の時代までに、加賀、野戸、越前、大海などで、本願寺教団が形成されていった。だが、新断死後より、教団形成に努めてきた、他の浄土真宗の系統に比べて、教団形成は大きく出遅れ、室町時代前期の本願寺は、正年院の末寺とされ、 公家としては、日野や親団の実家の縁で宮城家消しに準じたことも行っていたと言われている。15世紀後半に入ると、第8世、蓮女の活動によって、本願寺教団は日本全国へと広がるが、比叡山の弾圧などで1465年に、大屋本願寺は破却される。蓮女は、越前の吉崎、ついで京都郊外の山品に移った。では、 レンニュの大の強制拡大を背景に、1488年に、加賀一行一期が起こり、加賀の本願寺教団は死後の溶か氏を追放し、百姓の治める国といわれる状況が生まれることになる。この領主不在の状況は1580年までの、およそ100年間続いた。実際には、新州門徒の有力者が自治を行っていた。16世紀に入ると、戦国の動乱の中で、 本願寺教団は霊災な農民から地侍、土豪などの武士階層に至る。その組織力を武器に日本各地で活動を活発化させるが、山品本願寺は天文北家の乱により1532年に戦災に遭い、第十世少女は摂津西成郡、現在の大阪市に連女が開いた石山五坊へと移り、石山本願寺とする。 淀川河口の河川交通の要所を大阪を抑える、上町が一北端の丘の頂上に位置する、石山本願寺を本拠地として、第十世少女は初代名や幕府、朝廷との緊密化を図り、本願寺の勢力基盤を安定させた。一方で、少女の時代の末期から、北陸をはじめとする地方の本願寺教団では、本願寺の統制を外れて、独自路線を歩む者も現れつつあった。 少女の子、第十一代、権女の時、事実上、自立した大名権力となっていた、本願寺教団は、機内に進出し、宗教勢力から領主権力を奪って、統一支配を確立しようとする、織田信長と対立することとなった。1570年から10年にわたって続いた、本願寺と織田氏の構想、いわゆる石山戦争は、 要塞化された石山本願寺に立てこもる県与らと各地で小田市への抵抗運動を繰り広げる本願寺門徒との連携によって本願寺が優勢に立ち信長を大いに苦しめることとなるしかし1574年には伊勢国長島の岩章寺が小田市によって滅ぼされ1575年に越前を小田市から奪還した一行一揆が覆滅されるなど核の抵抗がそがれ 1578年には、木津川の合戦で、本願寺と同盟する毛利氏の水軍が、織田水軍に敗れるなど、本願寺の外では、敗北を重ねていった。本願寺は依然として、最下州などの支援を集めつつ、強制を保ったが、次第に敵中に孤立していき、1580年、ついに、大木町天皇の直命を引き出した信長にくして、石山本願寺を退去し、 領主権力としての本願寺は破れ去った。この時、権女の意向に反して抵抗を続けることを主張した、長子教女と権女は対立。1593年に権女が自弱すると、教女が第十二世を継承するも、秀吉の意向により教女は引退させられ、代わって三男の順女が第十二世に就任した。しかし、その後も教女は教家活動を続け、 それを支持する末寺も多かったことから、1602年、徳川家康により教授は六条唐妻に、寺地を与えられ、本願寺を分立させた。これより以後、本願寺教団は東西に分裂するに至った。もともと公家の日の夕飯の子息である親鸞と、日の広津が各への父の血統を引く、東西両親家当主は、代々有力公家の勇士になる慣習があり、また、 代々公家と通行を続けており、母系によっても公家化が進んでいった。このような経緯から、明治維新後、両公家は家族に列し、共に伯爵を授けられた。他の世襲門跡家や、新道系の世襲宮事、国造家は男爵に除されており、この待遇は破格であった。第二次世界大戦後、大屋派では、東本願寺や、宗門のあり方などをめぐる対立から、 お東騒動と呼ばれる内紛が発生し、東、公は事実上の分裂状態になっている。近代以降の公と皇室、家族、公家間の通婚の例、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。